はい、どうもこんにちは。今日はですね、福井県の焚き火さんですね。以前スノピの重箱かな、紹介させていただいたんですけど、今日はアウトドアショップをやってるザ・ゲートさんがいらっしゃってですね、すごいやつをね展示するということで少しお邪魔しております。今回紹介するのはスノーピークさんから出ているリゲルプロストーブプラスというやつです。知ってる人は知ってると思うんですけど、お値段が148万5千円するセットです。シェルターになる部分とストーブがセットになったやつです。ちなみにタープだけでも60万と5千円ですねしますという超高級路線のセットになってます。こちらを設営するということで本日来ました。で、あちらのリゲルプロなんですけど、取扱店がねまだまだやっぱり少なくて、すごい厳選されてるんですよね。福井だともうこのザ・ゲートだけなんですよね。で、こちらのセットなんですけど、シェルターとそのリゲルストーブっていうストーブに分かれるんですけど、シェルター本体からフライシートだったりとか、あとポールとかマットとかグランドシートとかロープとかもう一通り揃ってます。一応揃ってないといえばペグだけが別途用意というところらしいです。ただ説明書見ただけではもういろんなものがありすぎて正直分かんないです、何がないのか。まああとは薪があると焚き火ができるというセットになってます。あとそうですね、他一酸化炭素チェッカーとかもあります。でこれね、やっぱりこんだけ揃ってると重さもしっかりしてて、まあ、シェルターとフレーム一式で30キロ、マットシートセットで 5.4キロ、フルフライシートで 13.4キロ、ストーブ本体ですねこれが42キロで、ストーブベースフレームで20キロ、テーブルトップで19キロ、煙突セットで 10.5 キロとなってます。だけどとりあえず超えますよねっていうぐらい込み込みの製品になっております。すごいですね。これ運び入れるのも結構大変なんですけど、やっぱりそのロマンっていうところですね。こちらフレームですね、展開され始めました。でいよいよ設営でございます。で、設営に関しては手伝ってもいいよっていう雰囲気出てたんですけど、さすがにちょっと金額があれなので今回はちょっと見守らせてください。すいません。ポール刺してきます。いつも、まあ、今までのうちのやつって二股だったんで、こういうのが一つあって通してたんですけど、はい、骨をもうある程度入れたんで、ここから立ち上げですね。今回ザ・ゲートさんから1人とスノーピークさんから1人の2名だけでやってるんですけど、すごい早いです。あ、なるほど、ああいう風にやるからやるときは2人以上が必要ですね。ああ、これで立っちゃうんだ、すごいですね。まあ、一応立ったのでここからいろんなまだフレームが残っているのでどんどん広くしていきます。今回のテントの特徴は有効面積がすごく広くて複数のグループでも使えるということで、こういうイベントだったりとかの時に一つのこの集まり場コミュニティスペースとして使えるのがすごい特徴になってます。あとメッシュ窓が多いので夏場だったりとかすごい通気性良くなってて、春から秋っていうところでは風通しの良い空間を作ることができます。でもちろん慣れてる人がやってるっていうのもあるんですけど、やっぱり大きい割には設営がしやすいように作られておりまして、はい、スノーピークの方も設営しやすくなっておりますと言っております。骨組みできたんでクリップを止めていっております。これでね、中の面積がさらに広くなってきます。この作業は人海戦術なんで、今いる皆さんでね、パチパチとやっております。ペグ打ちタイム、これでペグ打ち側ってシェルター広げれたんで、外見の方はいい感じですかね。一応これでね、最低限の外見の部分が出来上がったということで、上にシートをかぶせて完成という感じです。まあこの状態でも使えるみたいです。はい、じゃあちょっとこの状態ですいません入りまして、高さ2メートル超えてるんですかね。大人6、7人ぐらい入ってるんですけど余裕です。先ほどお伝えした通りメッシュが多いんで、こうやって一個一個開けて通気性を良くすることも可能です。ほら今いろいろ開けてもらってるんですけどね、結構開けれるんですよね。でこっち側は跳ね上げができるという感じですね。あーすいません、ちょっとポールがないんで。あーそうですね、ポールがあればここで跳ね上げで使えるという感じですね。横も開けれるのか、はい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 。あーいいですね、日よけとして。あーなるほど、あーすごいすごい、こんな感じで使えるんだ。この生地ちょっと薄そうなんですけど、リップストップっていう強度の強い生地を使ってて、薄くてもしっかりとした強度が担保できているやつです。あこれか、あそうですね、だからリップストップはこういうふうにこの繊維のところが格子状にクロスして、しっかり縫い付けられてるんで、強度が保たれているということです。でここから TC フライシートをかぶせていきます。
すごいな。あ、すごいすごい、綺麗に被った。で、見えづらいんですけど、ここに、煙突の穴が開いております。ストーブ入れるんでね、あそこから出します。フライシートのベルトのところを伸ばして、ポールのところに下に差し込みます。こんな感じですね。これで、フライシートの方もしっかり固定されましたというところです。はい、でフライシートの方も伸ばして、ペグとかしっかりすれば、これでフライシートの方も一通りできましたかね。はい、すごいですね、綺麗。はい、中の煙突こんな感じになってます。それように開けるチャックがあるんですね。すごいすごい。で、焚き火をするときにはここですね、 1,2,3,4 ですね、この4箇所開けとけば基本的には大丈夫みたいで、あとはチェッカーが入るのでそれで管理するらしいです。はい、で下の方にはもう強制ベンチレーションといって、閉められない空気を逃がす穴がついております。あの辺もそうですね、うん、っていう風にやっぱり通気性ですね、焚き火を入れるのでその辺はしっかり考慮されております。あとはひたすらロープを張っていきます。ちょっと今テーブル製作中ですね。はい、でテントの上の方には、ちょっと骨組みがあって、こういう風にロープが出てます。なんかストーブがちょっと吊るすというか少し浮くような状態になるらしいんで、ちょっと全然想像つかないんですけど、ストーブですね、これを中に持っていく予定でございます。あ、でそのまま持っていくの、これ。これが新しいっしょ。新しいな。煙突が4本入ってんのか。煙突組み立ててるんですけど長いっすね。はい、最後か。煙突できました。じゃあ煙突をつなげて、2人で持って中に入れていきます。こう入れるの。はいはいはい、あ、入りましたね。こうやって入れていくんだ。で中はこうなってると、すごいな。でさっきのロープをここでかけるわけですね。こんな感じで煙突が宙吊りになるのかな。はい、あー、すごいすごい、これは初めて見た、すごいな。で、あとはこのロープを微調整して OK って感じですね。で、ストーブ入れます。みこしです。下にストーブも入りのである程度は出来上がりましたね。まだね、入れれるものとかはあったりするんですけども、これでほぼほぼいい感じになったんじゃないでしょうか。はい、あんな感じで煙突の方もね、しっかり長く出てます。でこちらはサイズがですね、横の長さが7メートルあります。幅は横の方マックスで 4.5 メートルですね。こっちの一番狭いところで 3.15 ですかね。室内高一番高いところが 2.25 メートルですね。なので大人が入ってもかがむことなく使えるという感じです。まあ見ての通りあんな感じで入れます。あの耐熱ガラスが4面っていうのがすごい珍しいんですけども、最初は巣がつくんですけど、2連射始まれば巣も燃え尽きるので、このようにストーブ中身の方ですね、4面ガラスになっているのが、すごく珍しいらしくて、まあ、普通にやろうと思うと巣がついて結構無理らしいんですけど、うまいことやったようです。でここから、今から灯葉樹を入れていきます。ここの上の天板のところなんですけど、なんか物は置けそうなんですけど、そこまで気温が上がらないらしいのと、ちょっと微妙に振動するらしいんで、なんか夜間だったりとかそういう物を置いたりみたいには向かないみたいです。今燃えててまだ煙が出てるんですけど、もう少し時間が経つとこの煙もなくなって、よりクリアな火が見えるようです。で煙突からはね、その煙が出ておりますという感じで、高い位置から出ているので、なんかあんまり周囲に迷惑かけないっていう感じですかね。はい、火が本気になってきました。
クリアですね。離れてるけどあったかい。でこれが一酸化炭素チェッカーですね。こことあっちに2つつけてます。で設営が終わったぐらいで雨が降ってまいりました。いや外はちょっとやっぱ風があって雨があってで、はい、寒さを感じるんですけど、中に入るとめっちゃ暖かい。はい、外から見てもあのように、しっかり火が燃えてるのが分かりますね。いかがでしょうか。あれめっちゃ暖かい。はい、温度チェックですね。今外が少し雨降ってて寒くなってきてるんですけど、15度とか、12度ぐらいです。ちょっと今、中入ってみましょう。はい、で今中入ってきました。上の方を見るとだいたい42度ぐらいですね。で真ん中ら辺は20度ぐらいですね。すごいね、上着着てると暑いです。暖かいというか今めっちゃ暑いぐらいです。はい、という感じでね、焚き火会、やっていたわけなんですけど、雨は大丈夫なんですけど風がね 4,5 メートルっていう予報だったんですけど、なんかねここ風が吹き抜ける場所で、ちょっと早めなんですけど、こちらはもうバラして今回終了ということになりそうです。まあ、今は風が少し落ち着いてないなっていうところなんですけど、リゲルプロのストーブプラスの紹介でございました。リゲルプロだけでもいいんですけど、やっぱりストーブあると格段にいいです。今回中めっちゃ暖かかったです。収容人数も10何人入ってたんですけど、全然余裕でストーブを囲んで楽しめるような感じでしたんで、お気軽にどうぞっていうものではないんですけど、良きそのロマンあふれる製品でございました。ストーブプラスになると148万5000円ですね。でリゲルプロだけだと60万と5000円というところでございます。でこちらなんですけど、このシェルターが立ち上がるのに10分から15分ぐらいかかったかなっていう感じ で、あとはストーブとか入れての完全体に持っていくまでいろいろ微調整込み込みで1時間ぐらいかなと思います。まあ、もちろんね今回慣れてる人が2人でやってそれぐらいの時間だったので、人数増えればもうちょっと短くできるかもしれないし、不慣れな人がやるともうちょっと時間かかるかもしれないしというところで参考にしていただければと思います。家でファミリーで使うにはねさすがにでかすぎるかもしれないんですけど、まあイベントだったりとかそういうのをね、ガンガンやってる人とかスノピのファンの方だったりとかあるとね羨ましがられる一品だと思いますんで、概要欄にね記載しておきますので、よろしければそちら見ていただければと思います。というわけで今回は、風も吹いてきたんで終わろうと思います。リゲルプロストーブプラスの紹介でございました。そんじゃまた。